前科3班893番ちょいき太郎です。本日のお話は少し前の話なんですが、あるところで花火大会があったんですね。花火です。ヒュードロロロロバーンでた。いや違うな。ヒュードーンか。まあいいや。ね。まあ久しぶりのね、もう2年ぶり3年ぶりっていうことでね、賑わっております。で、私はちょっと注目したかったのは、敵屋さん事情。やっぱり今大変な時代になりました。で、どうなのかなと思ったら、そこはね、歩行者天国にして、すごいですよ。まあ、敵屋さん事情を一通り見て、まあ、どこもかしこも賑わっておりますね。いろんな店が出てて。で、まあ、並んで買うのも嫌だったんだけど、一つぐらい買っとかないとなと思って、ちょうど空いてるところに、ベビーカステラみたいなのが50メートルぐらい行列ができちゃった。ね、かき氷があった。300円かな？うん。カップに入って300円で、いちご、メロンとか、なんかグレープとかあって、まあ、要は、かき氷行ったって、ね、氷屋さん専門の、なんかすごい氷を入れてやってるんじゃなくて、まあ、市販の氷を形に入れて、バーっとボタンを押して、カップに入れて、シロップをかけるという、まあ、原始的なやつで、普通だったらね、もう何の細工もないやつなんだけど、やっぱ売れるわけですよ。で、スプーン状になったストロー、先が丸くなった、それを刺して300円。ね。私がこう、見ててもすごい売れてるんだ。で、やってるスタッフは三ズンの、ちっちゃい三ズンに三人。女性が氷を回し、男の人が30代から40ぐらい。ね、愛想のない女の人が、と、愛想のない疲れ切った男の人が、二人でペアで。ね、入り口のところでお金をもらう係が、おっさん。私と同じぐらいだよね。柄の悪いおじさんですわ。うん。で、私は試しにそこで、買ったわけですよね。何がいいんですかって、メロンみたいな形で。そうそう、ちょうど目の前が座れたんで、もう座って、氷をなくなって、そこに捨てて移動しようと思った。したら、夏で暑いにもかかわらず、氷が硬すぎて、かき氷っていうよりも、塊になっちゃう。なんだこれって。ね、スプーンがストローだから、ふざけないんで、もう手の熱でこう溶かすか、まあいいやと思って。もうね、多分ね、50人以上私が、やってる時行くわけですよ。そう。なんか通りがかりの若い子たちがゴミを捨てようとしたら、ダメダメ、これよそのゴミでしょとか言って、いや、ここで買ってってくれるならいいけど、つってそのおじさんが言うと、その子たちも、まあ、300円ぐらいならつって並んで、ありがとう、もう来年も頼むね、なんて。まあ、そんなに上手じゃないけど、客はしらいも良くて、はい、いくらね、はい、いくら、はい、次の方、とか言って、若い女の子にはちょっとこうやって優しい感じで。で、この人も、長いこと、こういう敵ややってるんだろうな。だけど、この数年、ね、思うようにできなくて、今がもう稼ぎ時っていうことで頑張ってるんだろうな。で、相変わらず氷回してやってるのと、シロップかけてる男の人がもう無言でやってて。で、その、お客さんが一応右から左みたいな動線みたいに作ってて、はい、一つね、はい、タクちゃんっていうの、わからない。タクちゃんとか言って、はい、シロップかけてもらってって言うけど、その初見の人はタクちゃんなのか何ちゃんなのかわかんないんだけど、言ってなんかみんな、なんか一応形にはなってる。でも、敵屋さんを見てると、やっぱりその、愛想がいい、言葉が上手、そういう人の方のがやっぱり、同じ店でも、たくさん。来ているんですよね。で、親父も、まあ、これがもう、何時で終わりましたって言って、もうそろそろ終わりで、っていう風になってって、まだ客が並んでて、親父はもうやりきった感なんですよね。もう、よし、もう仕事終わったっていう風に、ずっと最初から最後まで私見てるんだけど、親父、チャックが全開なんですよ。ジーパンの。だから、どういうことかって言ったら、一番上のボタンも外れてるから、チャックが開いてるんじゃなくて、もう、ズボンが履けてないっていうか、腰のとこで止まってるから、かろうじて止まってるんだけど、もう、ベロンって開いちゃってるんです。それでずっと氷売ってるんです。ね。俺、いつ言ってやろうかなと思ってる、もうこれ言わない方がいいなと思ってずっと見てるんだけど、氷が溶けないですよ、私のやつ。これもう30分くらい経ると、これ逆にすごい技術だな。この夏が暑いのにも、かかわらず、どういう風の機械で、どういう悪い質の氷を使ったらこんだけ溶けないのかっていうぐらい、かき氷っていうかもう、ねえ。すごいなって、いろんな二重三重でびっくりする一日でした。以上です。